どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが、 12月9日金曜日、現役ドラフト終了直後なんですけれども、現在緊急で動画の方を回しております。というのも本日は皆さんご存知の通り、超注目、初めて現役ドラフトが行われましたが、タイガースから移籍する選手、そしてタイガースにやってくる選手も明らかになりました。で、まず結論からお話をしていくと、タイガースが獲得したのはホークスの大竹投手、そしてタイガースを去る形になったのが、 洋川選手ということでまあ、今回の動画では取り急ぎという形になりますがタイガースにまつわるこの現役ドラフトのお話について徹底解説そして大竹投手の力であったりだとか洋川選手がなぜまあ、放出という形になってしまったのかまあ、この点について僕自身が思うことも深掘りしながらお話ししていきますよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせくださいということで早速お話をしていきますがまずタイガースにまつわるところもそうなんですが全体的な現役ドラフトまあ、どの球団もね必ず出入りが行われ というのがこの現役ドラフトの一番のメインどころではあったんですけれども現在左上の方に票が出てると思いますさあ皆さんはこの現役ドラフトどう考えますでしょうかまあそれぞれねいろんな選手が放出という形になったりまあそして獲得という形になってるわけなんですけれどもまあ、結構一軍で実績持ってる選手の名前も多いですよね、うん、まあそれこそジャイアンツのトネ投手とかね一軍でたくさん投げていますけれどもセリーグ同士のま入れ替えという形にもなっていますし結構ピッチャーと野手のそれぞれバランス ス取れてるのかなっていうのが全体的な感覚ですかねまあファリーグ同士の入れ替えセリーグ同士の入れ替え様々な今回の現役ドラフトになったわけなんですけれどもえここからはタイガースにまつわることについてちょっと速報形式でねえお話をしていきますけれどもまず今回の現役ドラフトでタイガースが獲得したのはホークスの大竹幸太郎投手ですねでまず改めて感じたのはやっぱりまたタイガースとホークスのつながりになってくるんだなとえそのように感じましたねまあホークスとタイガースのつながりに 関してはこれまで、もももも何度も動画化させていたただきまししが、まあ、スワレスレ投投手手そそうですなん、まあ、なら今年で言うと渡辺投手もそうですし、まあ結構ホークスのピッチャーをタイガースが獲得するという流れは結構多かったんですよね。まあそれはトレードもそうですし、まあ戦力外の選手もそうですし、で、今回この現役ドラフトというのは初めて行われたんですけれども、タイガースが指名したのが大竹光太郎投手ということで、また改めて後日、この大竹投手の最新起用法というところに関してはね、まあ現状のタイガースの投手 主人と色々照ららし合わせながら同化化で、きればなといいう風に思っていますすがえこここののの動画でででは大竹投手れれままま流とといいうところをご紹介していきますで、ま、ず、大竹投手の今シーズンの1軍成績ですけれども、2試合の登板で0勝2敗、防御率が6.43ということで、今シーズン1軍での勝ち星というのはありませんでした。ですが、ファームでは14試合に登板して、そのうち先発が12試合、防御率が2.87、4勝1敗ということで、しっかり数字は残っています。で、大竹投手といえば僕の中で印象あるのは、やっぱり2019年 9年ですかねこの年はホークスのローテに入りまして17試合先発して防御率は3.82ではありましたが5勝4敗ということでしっかりホークスのローテを守っていましたまあフークスといえばピッチャーでも野手でも育成上がりの選手が一軍でバリバリ活躍していくとそういう流れがかなり多い球団ではあるんですけれども実はこの大竹投手も17年ドラフト育成ドラフト4巡目でホークスに入った選手で元々背番号133番だったところから育成から支配下に這い上がっていろいろね勝ち星を積み重ねてきた投手です そしてちょうど昨日の動画でタイガースがもし獲得するのであればどういう補強ポジションになりそうなのかとどのポジションの選手を獲得しそうなのかまこういう動画をアップさせていただいたんですがピッチャーのところで言うとやはり左投手になるんじゃないかっていうねまタイガースの全体的なローテそして中継ぎ投手というのを見ていっても右ピッチャーというよりやはり左ピッチャーが欲しいただまあ一軍でね結構実績持ってる左ピッチャーがえーなかなかこの現役ドラフトに出ることはないんじゃないかとまそういう予想というのも立てていたんですがまこの大竹投手もそうですし、まあ ドラゴンズから出ていく形になったまあ、笠原投手もそうですけれども結構一軍で実績を持っている左ピッチャーがね今回まあリストに載っていてそして多球団が獲得するという形になっていますからまあ、タイガースは今回この大竹投手を指名するということで左投手の補強になったとで先ほどもご紹介した通りまた大竹投手のこれからの最新起用法については別途動画ができればなという風うに思っていますが大竹投手まだまだ若いピッチャーなんですよね、まあ、というのも大竹投手は現在27歳ということで1995年生まれでこの 95年生まれタイガースの選手で言うと、まあ、それこそ同じ左ピッチャー先発の高橋晴人投手であったり、まあ、野手なら熊谷選手であったり島田選手、まあ、こういった選手たちと同じ世代ということでまだまだ若いですよねまあ、大竹投手にとってみれば2019年シーズン5勝上げていこうそこからはなかなかね一軍でバリバリ活躍するというところはできてないんですけれども間違いなく力がある投手ですで先ほど大竹投手の2軍成績というところもご紹介しましたがまあ、シーズン通してしっかり投げれてはいますからねまあ、やはりタイガース全体的に考えられ 考えて左ピッチャー、まあ、来シーズンにかけてで言うと、岩瀬投手の先発転向というところもね、流れ的には決まっていますけれども、そこに新たにホークスで実績を持っている、そしてまあいろんな経験をしてきた大竹投手がタイガースに入ってくれるというのは、もちろんチーム全体の底上げというところもそうですけれども、また新しくホークスの力っていうね、まあ、上昇軍団の力というのが注ぎ込まれる、まあ、そういう流れになるんじゃないかなということで、まずは今回、タイガースは大竹投手を指名するという形になりましたが、まあ、これから正式にね、いろんな話というのが出てくると思いますが、これから大竹投手がどう いいいう数字をを出しししててててくくれれるるののかかそどんなな力見見せてくれるのか注目しながら見ていきたいところですさあ、では続いて、この現役ドラフトでは、必ず出入りがある、まあ、これが大前提のルールとして言われていたところなんですけれども、タイガースは大竹投手を獲得するという形になりましたが、一方、タイガースがリストに載せていた、そして他球団、まあ、今回はライオンズが指名するという形になりましたけれども、タイガースを去る形になったのが、洋川直ワ・選手です。ま、ヨー選手に関しては実際のところ、この現役ドラフトが始まる前の時点 ですよね、まあ、ちょくちょくね、うんまあ、ですので、もしかしたらヨーカー選手あるんじゃないかと、個人的には思ってはいたんですけれども、それでもね、ヨーカー選手の力は、来シーズンもタイガースに必要なんじゃないかなということで、まあ、ないだろうという思いの方が強かったんですけれども、今回、リストに乗っていて、そしてライオンズが獲得するという形になりました。で、まずヨーカー選手の今シーズンの一軍成績ですけれども、45試合に出場して、68打数20安打、打率が 2割9分4厘、ホームラン1本6打点、出塁率が3割5分1厘、OPS が778、得点圏打率が2割ということで、まずシーズン打率2割9分4厘というのはこれまでの洋川選手のキャリアの中でシーズン通して一番高い打率だったんですよね。まあ、というのも今シーズンの洋川選手の活躍で見ていくと、右ピッチャーに対しては打率1割9分2厘と思うように数字を残すことはできなかったんですが、やはり左ピッチャーからですよね。まあ、タイガースは全体的に見て左ピッチャーに苦労したシーズン、まあ、それは今年だけではなく、まあ、これ。 からももしかしたらね苦労するんじゃないかそういう展開というのも考えられてはいたんですけれどもその陽川選手は左ピッチャーから42打数15安打打率が3割ゴム7輪ということで今シーズンよく左ピッチャーを打ってくれましたよまあベイスターズエスコバー投手のインローの強速球あれをくるんと回ってねレフトへ弾丸ライナーでぶち込んだあの一本というのもすごく印象深いですけれども今回この陽川選手がタイガースを去るという形になりましたで僕の中でもまさか陽川選手がっていうところとまあ陽川選手のこれからというキャリアを考えていくと まあ現役ドラフトのののそそそもそもも意義ととといいうううは補強というところもそうなんで、すがが、まあ、現在いいるるチームでちょっっととここれれかからね、まあ、試合に出ることが少なくななくてししまうかもしれないでそういった選手の救済措置的なところもね、まあ、この現役ドラフトの中では大きな意義がありましたんで、まあ、そういうところの側面を考えていくと、ヨーカー選手にとってみれば、もっともっと試合に出ることができる他球団へというのがね、一番の選択肢だったのかもしれません。ただやはりタイガースファンとして、そして僕自身もヨーカー選手来シーズンもね、タイガースで見れるというふうに思っていましたので、寂しさというのはある るんで、すけれども、まあ、陽川選手のこととを考えるとポジション的には外野そしてファーストでですよねでファーストを考えていくと、やはり大山選手というどっしりとした軸がいて、岡田監督はすでにファーストの固定、そしてクリーンナップ固定というのも明言している。で、ファーストのポジションに関しては、それこそ原口選手であったり、内野全ポジション守ることができる選手、まあ、ユーティリティ枠の選手が、もし大山選手に何かあったとしても、出る可能性というのが高かった。そして外野に関しては、センター近本選手というところが固定で、これから新スケッ選手が2人やってくることが濃厚。 そして春のキャンプでは前川選手であったり井上選手若い選手がどんどん出てきていて左バッターではありますけれどもえ島田選手が今シーズングッと数字を伸ばしていったでそれこそファーストのところでも名前を出しましたが原口選手も来シーズンにかけて再度外野練習もしていくと、まあ、こういう情報というのもありましたからまあ、今シーズン、大川選手は左ピッチャーから素晴らしい数字を出してくれたんですけれども、まあ、これからタイガースでバリバリ今すぐねこう試合に出れるかそういうビジョンがあったかと言われると、まあ、やっぱり争いのね中に入っていくのかなというところだったんで大、まあ、川選手も現 現在31歳タイガースの中では梅野選手まあ、そういう推進というのを掲げている中で、もちろん、このヨーカー選手にもチャンスはあったとは思うんですけれども、まあ、若手選手と比べると、そしてこれからの岡田監督の構想の中で見ていくと、まあ、周期キャンプに参加していなかったというのもあるかもしれませんが、まあ、名前というのはね、ちょっと出てはいなかったんで、これからどうなっていくんだろうというところではあったんですが、今回、ヨーカー選手はライオンズに移籍 するという形になりましたまずもうね もうまず率直な感想とすれば寂しいですね。まだまだ甲子園で、そしてタイガースのユニフォームでのゴリラパンチというのが見たかったですし、今シーズンのバッティング見てると、左ピッチャーから何か掴んでくれたのかなと、そしてそれが右ピッチャーにも反映されれば、ヨーカー選手の良さがどんどんね、これからさらに出ていくんじゃないか、そういうタイミングでもあったんで、まあ、今回ヨーカー選手がタイガースを去るという形になるのは残念ですけれども、まあ、現役ドラフトの意義というのを考えると、新天地で、そしてライオンズでね、リーグは変わりますけれども、応援していきたいなというふうに思います。はい、ということで、今回の動画で は、取り急ぎという形になりますが、現役ドラフトの超速報という形でお届けしました。タイガースが獲得したのはホークスの大竹投手、そしてタイガースがリストに載せていた、そして他球団が獲得に踏み切ったのがヨ川選手だったということで、今回の現役ドラフトはこういう形で着地しました。これから大竹投手の起用法であったり、ま、様々な構想というところはね、これから別途同化,化していきます。よかったらこの現役ドラフト速報という形になりますが、ぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。 この動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万8300人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメント高評価チャンネル登録が励みになってます 次は目指せ。チャンネル登録者3万9000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒ぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トロホー、ありがとうございました。これから大竹投手がどういう活躍を見せてくれるのか、本当に注目です。これからよろしくお願いします。そして、ヨーカー選手、新天地での活躍、祈っております。ヨーカー選手、これまでありがとうございました。ではまた。